明智光秀。戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。織田信長の重臣として仕えるが、本能寺の変を起こし、豊臣秀吉との戦いに敗れた。明智広子。美濃の四号、妻木家の娘で明智光秀の正室。宗公の妻で、光秀が重病になると、看病に明け暮れた。その看病が元で亡くなった、と言われている。明智光安。光秀の叔父。戦国時代の武将。光秀の父である兄光綱が創生し、父光次に光秀の貢献を命じられた。牧。光秀の聖母。八上城攻めの際、光秀が差し出した人質となり、貼り付けにて殺害されたと言われている。藤田伝吾。戦国時代から安土桃山時代の武将で明智光秀の重臣。本能寺の変の決意をいち早く知らされた人物の一人。斎藤道三。下克上大名の典型であり、戦国武将になり上がるまで僧侶、商人だった経歴を持つ。美濃のマムシと呼ばれた。機長。斎藤道三の娘。政略結婚で信長に嫁いだ。その生涯は不詳で、離婚、創生、戦死など諸説ある。斎藤高政。斎藤道三の長男で戦国武将の一人。左京太夫に任命されたが、同年35歳で急死した。稲葉義道。安藤森成、氏家直元と合わせて西美濃三人衆と称されたうちの筆頭。後の春日局の養祖父でもある。三好の時頼教の元愛称で斎藤道三の正室。美濃一の美女だったと言われる。時頼教。兄時頼武、その子頼澄と対立し、美濃の国の守護大名になった。後に斎藤道三によって追放されてしまう。織田信秀。織田信長の父。尾張の国の武将及び戦国大名。勢力全盛期には松平広忠の岡崎城を攻め落とすが、次第に勢力が弱まり、42歳で病死した。織田信長。尾張の地方領主から戦国大名天下人となる。桶狭間の戦いで今川義元を討ち、家康と同盟を結ぶなど、徐々に頭角を現す。が、本能寺の変で自害に追い込まれた。土田御前。
信長、信勝の母。花屋夫人とも呼ばれる。変わり者とされた信長を避け、品行方正な信勝を可愛がった。信勝亡き後は、信長やお市の方と一緒に暮らした。織田信勝。戦国時代の武将で信長の実弟。兄信長と尾張支配をめぐって争い、信長に代わって当主になるが、伊能の戦いに負け、信長に殺害されてしまう。豊臣秀吉。若い時の名は木下藤吉郎。以降、羽柴を経て豊臣秀吉と名乗った。戦国時代から安土桃山時代にかけての武将及び大名。初代武家関白大公であり、三英傑の一人。平手正秀。戦国時代の武将。信秀、信長親子、二代にわたって仕えた。茶道や和歌をたしなむ文化人でもあったが、信秀亡き後は、織田家中の不穏の中、自刃してしまう。三淵富士秀。戦国時代の武将で、室町幕府末期の幕臣。揖保邸に細川藤孝がいる。足利義輝亡き後は、信長を頼った。足利義輝。室町時代末期の第13代征夷大将軍。足利宗家、20代当主でもあった。塚原卜伝に師事した剣豪であったが、悲劇の将軍とも呼ばれている。足利義昭。室町幕府最後の将軍。一時は信長を追い詰めるも、京都から追われ下校した。信長の死後も将軍職にあったが、豊臣政権になると、貴人として余生を送った。細川藤孝。戦国時代から江戸時代にかけての武将、大名、歌人。足利義輝に仕えた後、信長と共に足利義昭を将軍に擁立した。その後も秀吉、家康に仕えた。細川晴元。三好長慶と河内17箇所をめぐって争った三好政長に肩入れし、対立するが一時は僕。その後、北白河の戦いで、再び長慶と戦い、再和睦するも、不問事情に幽閉され、病死した。松永久秀。三好長慶に仕え、実力をつけた後、足利義輝のそばで活躍した。後に信長に反逆して自害。茶人としても巧妙。三好長慶。畿内、安房国の戦国大名で、室町幕府の摂津の国守護代、小蕃州。最後は、相次ぐ身内や周囲の不幸により、心身に異常をきたし、飯盛山城にて病死した。今川義元。戦国時代の駿河の国及び近江の国の守護、戦国大名。
桶狭間の戦いで織田軍に敗れた。大元節祭。戦国時代の武将、政治家、臨済宗の前奏であり、今川家の家臣である。今川義元を補佐し、政治、軍事等で今川家を盛り上げた。徳川家康。武将、戦国大名。安城松平家九代当主にして徳川家の子孫。江戸幕府を開府し、征夷大将軍になった。松平広忠。戦国時代の武将で、三河の国岡崎城主。徳川家康の父であり、松平宗家八代当主であった。望月東庵。朝廷や戦国大名に人脈があり、明智光秀を生涯にわたり導く京都の医師。駒。戦災で両親を失い、旅芸人に預けられていた。現在は望月東庵の助手。進出鬼没で味方かどうかも不明な人物。いろはだゆう。駒が幼少期の頃預けられていた旅芸人の娘。今は旅芸人一座の女座長。